どうするこれからの日本と日本人久保田良二一般財団法人 AVCC 理事長霞ヶ関ナレッジスクエア KK2 代表令和6年ゴールデンウィークのメッセージとして水場章が自生する光景をお届けします静寂の中せせらぎの音だけが聞こえとても清々しく朝食前に一汗かいたご褒美と感謝し スマホに収めた一枚ですゴールデンウィークに入りタイドル160円と1990年4月以来の円安の後円高に転じ155円台と乱高下すがすがしさとは裏腹のドル円相場が続きます衆院3保線では東京15区40.7%島根1区54.62%長崎3区35.45%といずれも 過去最低を大幅に下回る投票率となり、与野党の勝敗よりも、はるかに衝撃でした。国民にわかりやすく、伝えない政治と、政治に愛想を尽かしてしまった国民との間の、ディスコミュニケーション状態に、鬱陶しさを禁じ得ません。さて、6月28日金曜日15時から、恒例の AVCC&KK2 事業説明会を開催します。本メッセージを読んでいただいている皆様には、 ライブ配信で AVCC 三助会、KK2 事業協賛メンバーなどの皆様には、KK2 会場でご参加いただけますと幸いです。参加費無料。令和6年度は、前鳥取県知事、元総務大臣、片山義弘さんに、どうするこれからの日本と日本人と題し、ご講演いただきます。ポイントは、1、被災地に限らず、日本の、地方は、どうなっていくのか。2 レジリエントな地域を育むために、民間はどうしたらいいのか ?3. 超高齢社会×デジタル社会、イコールどうするを予定しています。また、片山義弘さんは、平成22、2010年6月、ミッションを見失わず自分のキャリアを振り返って、と題してご講演いただき、自ら考える力、読書と読解力、議論する力と説得する力、といった、 日本人に必要な学びと缶の現状と社会はどう変わるべきかといった視点のお話をいただきました令和の今日にもそのまま当てはまる大変しさに富んだお話ですアーカイブ映像もご覧いただければ幸いですこのお話の翌年3.11東日本大震災発災と原発事故が勃発しましたその後異常気象による自然災害が頻発 パンデミックではグローバル社会の分断と続きソサ e ティ5.0では誰も置き去りにしないデジタル社会を唱えていますがさまざまな格差が拡大し本来変化にしなやかに対応するべき日本人や日本社会は歩みを止め課題先送りが続いていますどうするこれからの日本と日本人について皆様と共に考え共に学ぶ機会になればと期待しております 多くの皆様のご参加をお待ちしております。